回答したみんなの党の元代表の渡辺義美元行革担当省は9月2日 BS11 の番組収録で野党再編について誰と組むかではなく何をやるかと言ってきたが誰と組むかを間違えると失敗するというのが私の教訓だと述べた次の選挙が優先だという人がいろいろ反乱を起こして回答になったとも語ったみんなの党からの集団離党を主導し 唯一の党を経て、維新の党を作った枝賢治衆院議員や、民主党などとの合流を模索し、みんなの党会当時の代表だった朝尾慶一郎衆院議員が念頭にあるようだ。党分裂の経験者として、渡辺氏は維新の党が分裂確実な情勢になっていることに、山口組の構想じゃないんだろうが、みんなの党は選挙の度に大きくなるという準過路線を取った。 いよいよ橋本徹大阪市長さんも巡化路線に入ってきたのかなという感じを受けると語った政界引退を表明した橋本氏については一旦は引退するだろうが首相になる近道でもあればまた復帰してくるのではないかとの見通しを示した維新では江田氏や松野代表らが民主党との合流を視野に入れているが渡辺氏はみんなの党は 民民主主党党政権のの時代に散々、批判をしてきた。維新は「みんなの党」のアジェンダコンテンツを提供したので非常に似ているその維新で民主党とくっつこうという人がいるのは一体何を考えているのか全くわからないと皮肉った。